皆さんこんにちは、今回ね言及させていただきたいのは何に関してかっていうと、気になる、ニュース、国際問題、国際事情などに、関して取り上げさせていただいて語らさせていただきたいと思います。今回気になるのは FNN プライムオンラインの、記事で、対日無策のツケは国民に、韓国の不買運動が生む反日の連鎖ということで、これに関して、まずは記事を読まさせていただいて、その後解説させていただきたいと思います。反問点、米朝の効果吹っ飛ぶということで、日本の奇襲に悲鳴、朝鮮半島の平和プロセスが大きな峠を越えたということです。6月30日、パンムンジョムでの、電撃的に実現した3回目の米朝首脳会談、非武装地帯に同行した韓国のムン・ジェイン大統領は誇らしげに成果を語った。しかしその翌日、事態は一変したということで、日本政府が、ね、7月4日から半導体などの材料として欠かせない化学製品3品目の韓国への輸出管理を強化し、安全保障上問題がないとして、輸出手続きを簡素化されるホワイト国の対象から韓国を外す方針を発表、祝賀モードは一気に吹き飛んだということです。韓国管理が強化される、3品目の世界市場のシェアが高く、早期に代替品を探すのは不可能に近い。韓国企業の在庫は1ヶ月から2ヶ月程度で、在庫がなくなれば操業停止に追い込まれる懸念もあるということで、半導体を、ね、主力とする韓国経済にとって致命的な打撃となるからだけに、企業からは悲鳴が上がっているということです。日本側は韓国関連の輸出管理不適切な事案がならあったためということで、徴用工問題の、報復ではないと説明した。だが事実上の対抗措置と言える。日本企業に元徴用工らの賠償を命じた韓国最高裁の判決以降、日本は再三にわたって、ね、韓国政府に対応を求めてきた。しかし韓国側は日韓間協議の第三国を交えた仲裁委員会設置に来た委員の、ね、選定にも応じなかった。判決から7月経ってもようやく出した案は、日韓両国の企業お金を出し合い基金を作るというもの。徴用工問題は1965年の、ね、日韓請求権規定で解決済みとしている日本政府が飲めるはずがない案だったということです。日本の要求を無視し続け、問題を放置した代償は大きかったということで、これに関してね、韓国が経済報復と断定し、早速反発したということで、WTO への提訴の必要な措置を取ると表明。外務省の、第一次官は、日本大使を呼び出し、深刻な懸念と遺憾を伝えた上で撤回を求めたということです。で、その中でね、まあ、多くの問題があるので、そこから、まあ、今いわゆるその日本の企業製品の不買運動が、抗議活動が活発化しています。これに関してね、ちょっと解説させていただきたいと思います。まずはね、まずどのようなことで、まあ、日本に対してこれはね、日本が約束を守らない、国際法を遵守してないというふうに言ってきています。それはね、これは例えば右左関係なく普通の人が見た場合も、それはあなたたちがね、それに対して守ってないというふうに、ね、言うのが、まあ、ほとんどの人の意見というか、それが真実だと思うんです。ただそれに関して、自分のね、ことを棚に上げて、日本を抗議する姿に関して多くの人々がいかに思っているのが実情かなって感じはします。なので、まあ、といったところ、例えばね、日本車レクサス、日本車自体は走ってないですよ、韓国でね。だけどレクサスはちょっと走ってる高級車のね、レクサスにキムチを投げたりとか卵を投げたりして、攻撃したりとか、まあ、日本企業の不買運動ということでね、キヤノンとかニコンなんかもそうなんだけど、不買物を展開しているということです。いや、そういった問題に関してね、非常にね、おかしな問題かなって感じはするんだけどね、で、今ね、こうブラジルにいるんです。ブラジルで今いるんだけど、ブラジルで、今いるんだけどね、ブラジルでしょ、まあいいや。でそれはともかくね、まあなんていうかね、国際的に自分は活動してきました。いわゆるその留学仕事において長期4カ国を住んでます。そして89カ国の渡航歴で、海外にも数多くね、120カ国数十万人の外国人と接してきて、非常に、ね、国際的に活動してきた自分であっても、やっぱこれはおかしいなと思えることなんです。で、なのでここのところを見てみても、どう見てもここのところね、まあいわゆるその昭和40年1965年、世界でも最貧国の部類だった、韓国、まあこれに関してはね、日本が統治した後にもちろん朝鮮半島っていうのは発展したんだけど、その後朝鮮戦争を起こりましたよね。その中で疲弊して、いたわけです。それでアフリカの貧国と肩を並べる、これは
あの韓国の新聞が報じていることですからね。で、貧困だったかとなれば世界最貧国でした。その世界最貧国な農業漁業以外に、まあ、目立った産業がない。その中で農業も狭う運動に見られるように非常に遅れていたのが実情です。その中でね、日本が救いの手を差し出し、当時のお金で5億ドル、これは韓国の1年の国家予算の3倍にも及ぶ額を日本政府は援助しました。そしてそこから1965年や1991年まで26年もの間、ずっと ODA の援助でね、援助をし続けたわけ。資金に関しても、そして技術に関しては、日本の企業が現地に赴いて合弁企業をね、作って、韓国側に技術を教えて、韓国の企業が1965年以降、70年以降、多くの会社ができたわけです。それは日本が技術援助したということが、理由です。そして日本の資金も入ってますからね。それによって世界最貧国から脱して、手工業、軽工業、加工貿易、そしてそこから重工業へと上がっていったのが実情です。それに関して、韓国の政府っていうのはね、もちろんやっぱり親日性がある国ですので、日本が好きになられては困るということね、まあ、それを国民に伝えてこなかったのもあるんです。そういった理由もあって、結局はね、日本に対して何の謝罪もない、何の賠償もない、何にもされてないというふうにね、言ってしまうっていうのが実情かなって感じはします。なのでこれに関しては日本政府、ね、結局は日本の政府が例えばね、日本の家電メーカーがなぜやられてるかっていうのは、そのうちの一つにね、いわゆる今まで日本が援助してきた国々の、メーカーの台頭があります。今まで安かろう悪かろうだったのが、少し技術を上げてきているのが実情で、それによって日本の市場シェアが奪われているのが実情です。それによって日本の家電メーカーが今ね、いろんな状況、シャープもやられちゃいましたよね。で、東芝も危ない状況で、いろんなところでね、そういった日本の企業が被害を被っているのが実情です。だから、もともと日本の市場シェアだったのも、そこの世界に、それが日本が援助してきた国々は進出してね、で、日本の市場シェアを奪って、その結果日本の企業の収益が減っているのが実情です。なので、そういったところ、日本はまあもちろん善意でやってたわけだけど、そういったところはまあ首を、自分たちの首を自分で絞める結果になってしまったのかなって感じはします。だけどこれに関して、例えば本当に台湾のようにね、日本に対して感謝してるならいいんですけど、日本に対しての敵意むき出しで、それで日本に対して反日感情をむき出してね、このような形で攻撃するっていうのは、普通の日本人からすればね、非常に憤慨することなのかなって感じはします。こういった国際問題に関しては、もちろんそのね、なんていうかな、感情的になるわけじゃない、なってはいけないです。感情的だけど、彼らが見ると感情的になっているのは実情です。だからそういったところを考えると、まあ、非常にまあ難しい問題ではあるんだけど、韓国の半導体なんてもともと日本のお家だったわけですよね。それを韓国が、ね、奪っているようなものです。そしてそれに対して、日本 の, その半導体素材がなければ非常に厳しいんです。それによって半導体がない、素材半導体できないと、結局はそのディスプレイとかね、いろんな家電メーカーに必要なものができなくなる、韓国経済によって非常に危険な、ね、ことなんです。なので韓国の経済界が日本に来てね、やってきたりするんだけど、日本政府としてはね、やはりこれは今までずっと甘やかしてきたかなって感じはします。竹島の問題もそうです。自衛隊機のレーダー照射問題、徴用工と名付く募集工ね、実際募集してやってます。で、強制連行と名の付いて247人ですよね。ほとんどが自由意志で渡ってきてます。そういったところが、嘘がまかり通ってしまっているこの世の中、こういったことを正すためには、日本政府がより強く、やっていき、そして100の制裁条件があるので、そのうちの1つが発送されたと言ってますけど、さらに、これからね、もっと強い発動をね、これからしていくべきかなって感じはします。日本政府にとってはね、いろんな条件を持ってます、こちらに有利なね。だからそれをやってないわけです。今日本を、ね、取り囲んでいる国々多いわけで、中国、ロシア、北朝鮮、そしてアメリカ、そういった国々、北朝鮮なんかもね、日本が本気になればというのはあるんだし、韓国は本気になれば、正直にいろんな読みを握っているのが実情です。だからそこら辺に関してはね、竹島、韓国に不法占拠されてしまってますけど、それを取り戻す条件として、じゃあ取り戻すためには、もっともっと、発動して、韓国が、じゃあ竹島を返します、そして、今までの反日教育をやめます、日本海という故障を投下する運動をやめます、そういった問題を、そういうふうに言うようにね、
持っていくのが本来の外交姿勢なのかなって感じがします。なので、そういった問題に関してはしっかりと、やっていくべきかなっていうのが、実情です。非常に国際問題って非常に難しい問題です。私自身が、まあ、今まで海外89カ国を訪れ、この南米においてもね、非常に隣国同士が仲悪かったりします。難しい問題があります。だから一筋縄にいかないんだけど、日本と韓国の問題に関しては、本腰入れればね、日本が本当は解決する問題が多いと思うんです。これはね、まあとにかくこういった問題に関しては、まあ、韓国のことを思ってもね、言わさせていただきますけど、もう少しやっぱりこれはね、国際的に見てもやっぱりどう見てもおかしいと思われていると思うので、しっかりと考えていくべき問題なのかなって感じはします。